こんばんは、アホカト農園です。のんびりバタバタ島暮らしをしています。今日は単管ジャムを作りたいと思います。今年最後の単管です。もう2回はジャムを作ったんだけど、今回はちょっと実を入れるジャム作りをしてみます。単管はすごい甘いので、砂糖は控えめにします。まず最初に洗っていきます。もう取ってから1ヶ月ぐらい経つから、もしかしたら傷んでるのもあるかもしれないので、ちゃんと選別をして洗っていきます。シワシワにはなってるけど傷んではなさそうなので、ほとんど使えそうです。今年はすごい収穫量だったのでたくさん食べました。他の農家さんっていうか奄美大島全体でたくさん取れたみたいだよね、今年は。今年は大阪みたい。皮の油がじゃなくて跳ねてるの。え？皮の油かもしれなくて跳ねてるかも。うん。皮も入れるから、ちょっと。なんだっけ、マーマレード？マーマレードにするときは、皮も剥いて、剥いた皮を、中の白いところを取ってから茹でて置いとけば、お菓子作りとかにも使えるから、あんだけに入れるみたいな、農薬を一回もかけてないから皮まで使える、結構あるね、なんか5キロあるかもね、5キロ。熱で見るとみかんのジャム作りは1キロに対して砂糖500とか半分ぐらい入れるみたいだけど、私は1キロに100、だいぶ少なめにします。それでも十分余り。洗った単管を一個ずつ丁寧に拭いていきます。大きめののは薄皮を取って実だけを剥いで、小さいのは薄皮も剥るようにします。今までは薄皮も全部入れてハンドミキサーでガーって全部潰してたんだけど、友達のうちで食べた実が入った単管ジャムがとっても単管の味がすごい残ってて美味しかったので、それ作りに挑戦します。全部拭き終わりました。この手前にある大きめののは中の実を取り出す、小さいのは半分に切って薄皮も入れるっていう作業を今からしていきます。切れない。まず半分に全部切って、ここを切ったら剥きやすいんだった。前と後ろを切ってから半分、これ皮むかんといかんから意外に大変なんだよな。そして、そうだ、重さを測らんといかんかったね。5キロぐらいあるから結構大変だね。包丁がなんかいまいち切れないね。1ヶ月ぐらい経っても全然そんなにシワシワでもないね。美味しそうよ。食べる分は冷蔵庫に入れてるよね。あるよ。寝かせた方が美味しいって、甘くはなるから美味しいってみんな言うけど、私は取りたてのちょっと酸味がある感じが美味しい。音は
味は今のがするような気がするけど、まあ、美味しく感じるのは、うん、そうね、やっぱり単管は酸味がある方がと。いいね。みんなそれぞれだけどね。よし、一回こんだけ剥いてみようか。このお尻の方一回切っとけば剥きやすいっちゃね。で、種を取って綺麗な皮はジャム用に取っとこう、うん、あ、お菓子を。意外に単管は身と皮が離れにくいちゅうね。でもそんな単管の方が美味しいよね、うん、今年はなんか綺麗な単管ばっかりだった ね、うん、そうね。今年っていうか最近あんまりガブガブしたのとかできらんよね、うん、いつも綺麗だ。今年はちょっと大きめが多かったけど、こんなのほら綺麗から、うん、置いとく。こんな感じで全部作業していきます。ここのさっきの皮むきはお父にお願いすることにして、私はこの身を取る作業をします。皮を剥くんだけど、意外にこれが難しい。あの、みかん缶詰あれみたいに身を一個ずつ取っていくんだけど、みかん缶詰の身は多分機械でだよね。こんなこと手作業してたら大変なことだ。包丁で皮を剥いた後にこの身を一個ずつ取っていくんだって。なんかいい方法ないかいね。もったいないね、いっぱい身が残る。どんなしたらいいんだろう。結構大変な作業だね。でもこの身がジャムに入ったら単管の味がそのまま残るから美味しいかも。でも多分あんまり長持ちしないかもね、このジャムはね。だからちょっとだけ作ろう。夏まで置いてたら、置いとけたら美味しいかもね、そのまま。こんな感じで、あと10個ぐらい実を取っていきます。今年は結構大きなのができたがね、単管、うん、大きいのだったらこの実取りやすいかな。そうだね、うん、来年大きいのもちょっと残しとってみらんばいか。これ用に大きいのを選んどけばいい、うん、なんか上手にする方法があったらいいのにね。ちょっと簡単にね。いや、ぐちゃぐちゃになった。この薄皮はジャムの方に入れようか。うまくいかんね。なかなかうまくいきませんね。この皮むくまではまあまあいい感じなんだけどね。ちょっと皮に指がついてもったいないか。なんかいい身の取り方知ってる人がいたら教えてくださいね。今回わからないので地道にこういう風に頑張ってみます。包丁がと頑張りかんねえと、うん、包丁が切れん。身がいっぱい皮に残ってもったいない。いい感じになってね。持ってる方がいい感じかもね。これはここに使えるし。もうあと最後ちょっと上手になってきました。こうやって皮をむいた後、この身を取るときに薄皮の近くに入れたら、あとは滑らす感じ。
そしたら綺麗に実がみかん缶詰みたいに取れるね、綺麗に。うん、そうだ、上手になってきた。最初の頃とやっぱりだいぶ違うね。うん、だいぶうまくなってる、うん、よし、これで出来上がり。マーマレードを作る皮の準備をします。この剥いた皮、剥いた皮の中の薄い皮を少しだけ剥ぐ。これが残りすぎてたらちょっと苦みが強くなるので、少しだけこんな感じで取って、次はこれを千切りにします。よし、こんな感じをたくさん作っていきます。この白い部分が多いと苦すぎるから、これを取って、これを千切りにする、ね、これを今度は茹でて、一回茹でてから使います。この刻んだ皮、こんなにたくさんできました。これを一回湯がきます。アクを取ります。カセットコンロでします。沸騰するまで煮てアクを取ります。はい、これを煮てる間にこの単管、皮を剥いた単管の重さを測ろうかな。何キログラムか、5キログラムちょう。5キロはないんじゃない？ないかい。砂糖の量をね、決めらんといけない。5キロないか。種が残ってる。 3キロぐらい。これで960 40足りんね。1、結構いっぱいになったね。952つ、2キロから100匹、3、4キロぐらい。そうなの。3、3に150は足してもらえた。これで3キロ、4キロだから、砂糖は400グラム。うん、400。4キロにちょっと足りんぐらいだけど、砂糖は400入れよう。よし、これを今度ハンドミキサーで、よいしょ、よし、ハンドミキサーで今度ジャーッとするよ。あっちも沸騰してきたよ。あ、沸騰してきた。もうちょっと、よし、これを一回はい、洗います。意外にこれ潰れるね。ちょっと止まる、蓋でカバーします。この間持ちつけた、熱くなりすぎて壊れそうになったよ。ガチャ。一回粉にして潰して火にかけるがね、砂糖入れて、うん、で途中でもう一回したら、この繊維がきれいに潰れるからいいみたいよ。へえ、宝さんに教えてもらった。フードプロセッサーよりもこっちの方がピシャピシャ飛んでるね。結構早いよね、潰れるのね。歯が結構ね、ほら、おちゃ、歯が鋭いから結構。
ってるっていう感じがする。ちょっと種がたくさんあるな。こっからがね、アク取りながら煮ていきまいだから時間がかかるね。薄皮も入るから結構体にいい感じがするよね。沸騰してきたよ、うん、このみかんの皮もう一回だけお湯につけて、アクを取ります。おお、これで沸騰したらマーマレードにも使えるし、ケーキジャムだけじゃなくてこの皮を入れた方がタンカンの味がすごい出る。待ってたらなかなか沸騰せんね。よし、もういいか。はい、これで出来上がり。じゃあこの今度このジャムを煮ていきます。よっ、こんな感じでいいね、はい、これを煮詰めながらアクを取ります。途中で砂糖を入れんとか。4キロが何キロになるかいね。とろっとろにしたいけどあんまり煮詰めたらちょっとみかんの味がなくなりそうだからな。よし、これをずっと混ぜていきます。途中このアク、白い泡みたいなの、これを取ります。なかなかトロトロにはならないね。焦げないように弱火でゆっくりずっとかき混ぜて焦げないようにします。よし、今回はちょっとおしゃれにしたいので、いつもはジッパーに入れるんだけど、おしゃれにしたいのでダイソーで買った瓶に入れます。瓶を今消毒してます。いい感じにトロトロになってきたので、ちょっと一回火を止めてもう一回ハンドミキサーでこの繊維を取ります。滑らかにします。今度は飛ばしたら熱いから怖いね。種が出てきた、うん、だいぶ良くなったね、うん、ちょっと頑張ろうかな。これがずっと押さえとけばいいだから意外に、うん、うわ、ほら、なくなった。だいぶね、うん、だいぶいいよ。これぐらいでいいかもね。もう一回混ぜそうか。よし、ほら、いい感じ。はい、これでまた砂糖を入れて煮詰めていきます。砂糖 400g、 4kg だったから 400g入れます。この奄美大島の反対だ、富国西島のきびざらめ、これがとっても美味しいです。サトウキビで作ったサトウきびざらめ、必ずこのサトウお菓子作りには使います。いろいろ奄美大島でも種類があるけど、この富国西島のザラメが一番好きです。じゃあこれを入れて、 400g 結構多い、
これを入れて、また弱火で。今度砂糖入れたから焦げやすいから気をつけながら混ぜていきます。あとこれでまたコトコト30分ぐらい混ぜたら次の段階に入ります。今日は3つのジャムを作りたいのでこれ3等分にします。この皮入りのマーマレードにする分、これを入れてからまたこの皮入りも煮詰めていくんだけど、こんな感じかな。これぐらい。これは皮が入った分もうちょっとだけ砂糖を加えます。これは身入り、身がたっぷり入るからこれもまた今から煮詰めていきます。これが一番美味しいかもね。よし、じゃあこれからちょっと煮ていこうかな。よっ、これはちょっとあまり長持ちはせんかもね。うん、早く食べまいかも。でもどんな感じだろう。砂糖は少なめだけどいいよね、うん、あんまり甘くなくても焦げないように弱火で。でもこのみかん一つ一つに火が通らんとダメだもんね。ボウルまで。またこれを頑張って煮詰めていきますね。ちょっと残念なことが、友達のとこで作ったジャムはこの固形がたくさん入ってたから真似しようと思ったんだけど、煮詰めたら結局はまた溶けてきた。固形物がほとんどなくなってきた。そういうね、よく考えたら煮詰めたらなくなるんだもんね。ちゅうことはもう直前に入れないといけなかったんだ。残念。結局普通のジャムになりました。なりそう。もう固形物はあんまりなくなる。多分このまま温めていったら全部なくなるんだよな。ヨーグルト用にちょっと緩めでこれはもう置いとく。ね、これでいいんじゃないか。もったいないね。もう固形物ほとんど少しだけ残ってるぐらいだ、うん、あの最初のこれをちょっとだけ入れればよかったね、うん、入れて少しだけ温めればよかった。もうじゃあこれは一回これで出来上がりにします。一回沸騰はしたよね。じゃあこれは出来上がり。あ、ちょっと思ってたのと違うものでした。次はこのマーマレードの方。向こうの違うガスでちょっと温めてたんだけど、こっちはいい感じにトロトロになってきてます。これはあと10分15分ぐらい温めたらもっとトロトロになるかな。これはパンに塗るジャム用にもうちょっと時間をかけて温めていきます。トロトロになるまで混ぜときます。皮入りのマーマレードもいい感じにトロトロになってきました。これで完成です。はい、2つ目完成。はい、3つ目のこれはこれだけの味ね。ケーキに使ったり、これもまあパンに塗ったりするのもうちょっとトロトロにして終わりにします。まだちょっと水分多いもんね。トロトロなってないからね。もうちょっと頑張ります。はい、
これもいい色、いいトロトロ具合になってきました。今日は3つのジャムが完成です。冷めてからジッパーに入れて冷凍保存します。1年分のジャム出来上がり。っていうかスモモがなったらスモモでも作りまいね。はい、終わり。ジャム完成しました。こっちの鍋が果肉入りで、これが一番基本のベースト状で、これが皮入りの、皮入りなんちゃう、マーマレードで、これがお菓子作りに使う皮。今からちょっと試食してみます。これが果肉入りで、これが一番最初の、これが皮入り。じゃあまず果肉入り。でもやっぱり果肉がある、ね、残ってるね。うん、タンカンっていう味がする。美味しい。甘さもちょうどいいわ。そんな甘くない。うん、うん、これはまあ普通にジャムっていう感じで、今度がマーマレード。結構皮ちょっと大きく切りすぎたかい、苦いかい。うん、あ、皮のちょっとの苦みが美味しい。うーん、結構どれもいい感じ。この果肉入りがやっぱり一番美味しいわ。タンカン食べてる感じがする。うーん、でも多分あまり保存が長くできんはずだから、これを缶に詰めてみんなにあげる。みんなにすぐ食べてね、ってね。うん、美味しい。じゃあこれを缶、あ、缶じゃない、瓶に詰めて、あと残りはジッパーに詰めて冷凍したいと思います。瓶に入れていきます。お、果肉やっぱりたっぷり入ってるね。もうちょっとでも遅めに入れて、果肉を残した方が美味しいかも。よし、いっぱい入れたらもうすぐ 2,3 日で食べてね、一応あんばいかんね。うん、ヨーグルトに入れれば絶対美味しいと思う。ちょっとジャムにするにはトロトロすぎるもんね。うん、トロトロ中華、水が多すぎる。このマーマレードも1個入れようかな。これほら、皮入りはもう落ちないぐらいじゃがね、うん、塊でポタンちゅう感じだから、ちょっと苦い感が好きな人は絶対こっちが好き。結構いっぱい入るわ。はい、こんな感じで瓶詰めして、残りはフリーザーバッグフリーザーバッグに入れて冷凍して直しておきます。これで1年分ジャムが食べれます。あと6月になったらスモモジャムも作ります。完成です。